きチャンネル。おはようございますということで、9月17日月曜日でございますけども、昨日のインスタストーリーを見てくださってる人がわかると思いますけども、佐渡崎大変ハードでして、飛行機は遅延するし、家着いたらもうあれなんや12時回ってるしね。でもうあともうすぐ広島に、公園に向かわなきゃいけないっていうね。で帰ってきたら10時ぐらいになるというところで、申し訳ないんですけども、さすがに日曜日の試合総チェックしきれません。まあでもね、日本ハム対ジャイアンツは、解説に行ってたんで、そこはしっかりしたいと思いますけども、日曜日の試合はちょっとね、スコアをなぞりながらの、簡易的な解説になりますけども、そこら辺はご了承ください。ということで、スタートです。さあ月曜日です。総チェックということで、交流戦が、ね、終わりました。けど今はまだ終わってません。札幌です。石川小松から野球教室で札幌に来て、今日日曜日朝です。北海道といえばガラナです。セイコーマートで買いました。さあということでね、楽天が、まあ、ほぼね13勝したらほぼ優勝確定ちゃうかっていうところでね、マジック1でもソフトバンクもついてきてるからね、得失点差でどうなるのかっていうね、ところもあるけども、まずそのね、楽天対広島14日金曜日の試合、1対0で、広島の勝利というところで、楽天先発ね、早川、10回117球4安打11奪三振1球無失点というところで非常にね、グッチ。まあ、その中でね、やっぱホームのバランスが良かったね。ゆったりした中でホームの軸がしっかりして、腕が外回りしないで内側からムチのように腕がしっかり振れて、だからチェンジアップもね、フワーじゃなくて方向気味にね、まっすぐ行って落ちるみたいな感じの、軌道も良かったし、左バッターにもね、そのチェンジアップも良かった、インコースも攻めてたっていうところでは、非常にね、素晴らしいピッチング。広島先発大瀬良、7回111球、7安打5三振、無四球無失点っていうところでね、まあ前回ね、ロッテ戦、ノーヒットノーランっていうところがあったけどもね、まあ初回の大ピンチね、2アウト2塁からね、自身のファンブルによりエラーで出塁で、2アウト1、3塁で渡辺、ここセカンドゴロ、ここをね、打ち取ったのが良かったかなと。でも2回もね、先頭浅村ランナー出すけども、その後ね、後続抑えて、で3回にもワンアウトからね、村林、辰巳、鈴木とね、3者連続ヒット、でワンアウト満塁から渡辺がね、ファーストゴロ、そして浅村三振というところで、楽天はこの序盤のチャンスに1本出てればね、もうバババーンってそのままね、勢い乗って、僕この試合ね、勝てたと思うけども、その序盤のね、3イニングで得点できなかったのが痛かったよね。で8回裏にも先頭辰巳がね、レフト前ヒット、ここでね、大瀬良から島内にピッチャー変わって、で杉林送りバントで渡辺三振するけども、2アウト2塁から浅村ファースト空いてるってことで敬遠で、フランコのねレフト前ヒット、まあでもこれはね、レフトがめっちゃ前進してて三遊間抜けていったから、まあこれはなかなか帰ってこれない。で代打茂木がね、初球キャッチャーファールフライでアウトね。で10回にもね、先頭辰巳がデッドボールで、鈴木大地送りバントを決めて、代打阿部が三振で、2アウト2塁からまたも浅村フォア敬遠で、2アウト1塁からまたもフランコがレフト前ヒットだけど、まだ三遊間同じように抜けていってレフト前進守備、あれはねさすがに返ってくれない。しかも2アウトからギャンブルで行けっていうほどのねギリギリなプレーでもない。で2アウト満塁からね、石原がセカンドゴロと、チャンスは作って10安打だからね、最後の1本出ない、なかなか。でも逆に広島ね、5安打ほぼもノーチャンスね、だから結局は、まあ、引き分けかなっていうね感じがあった中で、11回ね、ピッチャー早川から孫に代わって、先頭、二股がライト前ヒットで、秋山のところに送りバントを決めて、ワンアウト2塁で、ここでね、ランナー二股が出た時点で代走初期、秋山どうでも走るかと思ったけどね。で、秋山送りバントを決めて、ワンアウト2塁からなんと初期が三盗ね、三盗だからね、しかも2球目にね、そんなパ・リーグでそんな戦ってもないから、癖とかね、感じも生で見てないからわからないと思うけども、しっかり三盗成功して、ワンアウト三塁からね、きっちり矢野が、犠牲フライを打って、1点取って、そのままゲームセット、はず。もう、まあ、カープらしいね、カープらしい勝ち方っていうぐらいのね、カープが先勝。でも楽天はね、あと1回勝てばほぼ優勝でしょうっていう中で、土曜日の試合、3対4で、広島の勝利。ねところで、広島先発、玉村ね、6回90球、8安打3三振、1球3失点というところで、まあ、序盤はね、まっすぐも力あったしっていうところもあったけど、全体的に高かったよね、
あと変化球とかも高かったけど、まあコースにしっかり行ってたから、まあそこがね、抑えられたのかなっていうところもあるけども、まあ7回はね、さすがに甘くなって、やっぱ甘くなるとね、で、まあ真っ直ぐの力もちょっとずつ落ちてきて、ちょっと仕留め切れられて3失点かなっていうね。楽天先発、今度はね、6回108球、9安打4三振、1四球4失点っていうところで、ちょっとね、まあフォアボールは出してないけども、球数がね、結構かかったなってね、いうところはあるけども、広島はね、2回。先頭小園センター前ヒット、坂上と小林アウトになるけども佐藤フォアボール、ここはこのフォアボール痛かったね、小座としてはね。で2アウト1塁から二股がねライトにタイムリーヒットで、秋山のセンタータイムリーヒットで2点、先制ね。で、その後に、ほぼほぼ 3-4-5 結構抑えられてね。で6回表ね、菊池末金が連続ヒット、小園ファーストゴロでアウトになるけども、ワンアウト1・3塁から坂倉がセンター前タイムリーヒットで、堂林がセンターのタイムリーヒットっていうところで、しっかりね、チャンスを作ってポンポンって連打ね、連打連打連打で連打ができたっていうところがね、この4点にたどり着いたかなと。で楽天はね2回鈴木大地フランコ連続ヒットで、ノーアウト1塁から浅村、センターフライ、そして渡辺ダブルプレーっていうところで、ここはねここだね。で、3回にもね、ワンアウトから小深田ライト前ヒット、小郷フォアボール。で、ワンアウト1塁から村林辰巳1本です。だから、金曜日もそうだったけど、この序盤の1本がね、最後なかなか出ないんだよね。で、中盤は結構いい感じで抑えられて、まあでもね、5回、6回も先頭ランナー出すけども、続かない。バンドでセカンド送ってるけども、連打が出ない。ね。で、その中でやっと、7回裏にね、浅村ツーベースで渡辺センター前ヒットでノーアウト1・3塁から太田がね右中間を抜けるタイムリースリーベースでノーアウト3塁から小深田の犠牲フライでね、しっかり1点を取って4対3でなおもワンアウトから、小郷フォアボールで村林の時に小郷が盗塁するんだけども、この広島とのね違い、ここね盗塁したのはすごいけど、ここね2エンド2から走ってんだよ。まあまあ仕方ないけどね、こうもうちょっと早く走れてたらって、2エンド2だから、で、その後三振してんだけど、こうもうちょっと早く走ってて、もうカーブのおかぶがうまいぐらい、ハーンも結構でかかったから、ホーム。あ、3と。行って、ワンアウト3塁作って、村林みたいなね、感じで行けたらよかったけども、まあ、2エンド2まで走れなかったのはちょっと痛かったけどね。まあ、その後ね、辰巳もセンターフライで後続続かず。で、8回、9回とね、チャンスなく、まあ、惜敗っていうね、ところもなったけども、カーブはね、しっかり、連打連打でね、チャンスを作って得点できたっていうところも大きかったし、玉村ってね、ハーン、島内、栗林とね、しっかり、リリーフがね、頑張って、無失点に抑えて勝ち切ったっていうところはカープとしても大きい。首位キープだしね。楽天は最終戦どうなるのか、今現状は得失点差も踏まえて楽天の方が優位だけども、最終戦勝つか負けるのか、さあどうなるのか。楽天対広島5対3で楽天の勝利ということで、13勝5敗で楽天交流戦優勝おめでとう。今監督おめでとうね、20年目、19回目の交流戦で、楽天初優勝。これであとパリーグは西武だけ優勝してないっていうねところになりましたけども、序盤ね、2回裏、ワンアウト1・3塁から太田のショートゴロね、ダブルプレー狙ったところ、まあ、若干ねここだけは見たけどね、セカンド菊池のタイミングがちょっとずれたかな、あと若干ちょっとそれたっていうところもあってね、捕球ミスでポロンチョして1点入って、でその後ね、2アウト2・3塁から大郷のねファーストゴロ、堂林が後逸で2点で3点、そしてこの3回裏の杉大地のツーランホームランね、これでかかったね。広島はね、8回に、末金のタイムリー、そして、9回にね大森のセカンドゴロ、そして奥さんのタイムリーでね5対3まで追い上げるけども、やっぱこの序盤の5点が痛かったし、まあ、ミスでねっていうところもあるけども、3回の鈴木大地のねホームランも大きかったね。まあ、そういったところではね、まあ、この楽天の、優勝に向けてはね、まあ、全体的な総括ってよりも先週のね1週間ビジターになったところでね、実績ある選手ベテランに気を使うことなく浅村をね外したっていうところがね正直こう良かったんじゃないのかなと。でその間ね代打使って持ってたし、でまたね DH になってから使い出してきたからね、また打撃もねちょっと上向きになってきたっていうところもあるから、あの1週間ねスタメンを外したっていうところはかなりこれをね大胆な采配、あとまあ島内ね打てなくなったらもう2軍に調整したりっていうところでベテランに気を使いすぎることなくね、そこをバチッとねこの交流戦になって判断できたっていうところはこの優勝に向けては好材料だし、まあ、4番鈴木大地っていうところもねやっぱりボビーのところのねつなぎの4番サブローのね認識もあると思うんだよね。だから
鈴木大地がバントしっかりね、決めたりっていうところもあったし、今日みたいにホームランを打つっていうところもあったし、非常にこのつなぎの4番のね鈴木大地もかなり機能してるし、まあ、ここら辺はね、さっきも言ったようにボビーのつなぎの4番サブローっていうところのね、自分が経験したところのアイデアもね多少あるんじゃないのかなっていう中もね、この交流戦優勝に非常にこのポイントになったところなんじゃないのかなっていうね。でこの日はまあリリーフデーになって、松井裕樹、そして、鶴崎、鈴木空、孫、坂井、則本ですね。まあ、最後ちょっとね、3失点はあったけども、しっかり踏ん張り切るっていうところは良かったし、アドアとしてもね、最後、自責点2かな。まあ、ミスからだからね、ちょっともったいなかったかなっていうところはあるけどもね、でもカープもね、交流戦終わって首位ターンしたことができるからね、セリーグではね、いい感じだったんじゃないでしょうか。だから結果的にはね、2勝1敗で広島の勝ち越しですけども、楽天、交流戦初優勝、おめでとう。スパイダー対 DeNA 14日の試合、5対1で DeNA の勝利というところで、 DeNA 先発浜口6回101球4安打2三振3四球1失点っていうところで、まあ球数はねちょっと多くなったけども、まあストライク先行で勝負できたっていうところがね、まあ勝ちにつながったかなっていうね。まあフォアボールも3つあったけども、その投球の中であまりねボール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 みたいな感じもなかったし、ボールになってもストライクとかね、2球目でストライク取れたりとか、まあ、2ボールになっても踏ん張れたりっていうね、ところもあったんで、そういったところがね、まあ、この勝ち星につながったっていうところと、まあ、やっぱりそこをね、仕留めきれなかった西武打線の今の弱さっていうところがあるけどね。で、西武先発青山、5回3分の1、97球、7安打4三振、3失点っていうところで、まあ、無四球でね、いけたっていうところは分かったけども、まあ、自身のエラーもあってっていうところはね、まあなかなかっていうところのね試合展開になったけども、3回ね、DeNA の攻撃、戸柱、強打が連続ヒットで井上が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から梶原アウトになるけども、渡台が、ショートでね先制タイムリー内安打っていうところで、まあ1点先制。しかしね4回裏に、西武はね、鈴木翔平そして、栗山のね連続ヒットでチャンスを作って、で中村サードゴロでワンアウト一三塁になって、ヨーカーのサードゴロを、まあ、結構ね三塁線厳しいところだったから、まあ、あれはホームに投げられないっていうところでね、まあ、ファーストで投げてアウト、まあ、その間にね1点も取って同点。そしてその中で、6回表ポイントはね、先頭渡辺がセンター前ヒット、オースティンツーベースでノーアウト二三塁、ここで牧三振で、ワンアウト二三塁から、筒香の、セカンドゴロを滝沢がね、ファンブルエラーで1点で、その後ワンアウト1、3塁から佐野のピッチャーゴロを青山をファンブルして倒れて、ファーストに慌てて投げた悪送球で1点、2つのエラーで2失点バッと、まあ、このね守備体系で言えば、筒香のねセカンドゴロはもう滝沢が後ろに下がってたからね、もうセカンドゴロ打った時点でサードショートは前、ファーストセカンドは後ろっていうね、守備体系取ってたから、まあセカンドゴロが飛んだ時点でワンアウト2、3塁だと1点は入ってるんだけども、まあこのそしたら2アウトランナー3塁で佐野のピッチャーゴールでこう1失点で済んだわけ。そしたら2対1あと1点差6打の8球でどうにかなるっていうね、ところで、まあ、ここがね、まあ、賛否あるだろうけどね、そんな1点取れんのか打線ね、0点でいかなきゃいけないんじゃないのかっていうところで、まあ、ここ難しい判断だね。だから、まあ、ベンチとしたら1点差だったらなんとかなるけども、こう2点差になったらまずいと。だから最悪サードランナー返してもセカンドランナーを返さないような守備体系でやっていこうっていう多分思惑なんだろうね。だから思惑通りセカンドゴロを打たして1点取られたけども2アウト、その後の3を抑えて3アウトにして、まあ、1点差2対1で6打の8球あとの4回の攻撃でそこで1点ないしは2点取って逆転するっていうところが多分渡辺監督の方針だったと思うけど、まあこの考えが一つね、まあこれも選択だからまあ間違ってないと思う。でもう一つがお前ら点取れんのかっていう話、点取れんのかって言った時にもう攻撃的、もう守るものなんてあんのかセーブディっていうねところで、ディフェンスも攻撃的、全部が前進守備にしても1点もやんないぞとね、これ以上の失点はもう負けに値すると、6回だけどもね、1点もやんないぞ、ディフェンスも攻撃的や、もう前進守備やろって言って勝負するのか、難しいね、どっちも正解だけどね、6回8回とか何回だったら違うかも分かんないけど、6回だからね難しいね、どっちも間違いじゃないけども、西武ファンの皆さんはどっちですかね、弱気やお前、捨てるもんないやろお前、攻撃もディフェンスも攻撃的やろ前進やろ、もう分かる、1点取れんのか、でももうそんなん弱すぎる、
難しいね、ここの判断がね。で8回にもね、続く長野の連続タイムリーでダメ押しの2点を取って5対1、まあ、DeNA としたら完勝、西武としたら、まあ、エラーもあって、ね、そのエラーもさ負けますよっていうところでね、ちょっとなすすべもなく敗戦といったところの初戦でしたね。そして15日の試合、西武対 DeNA、4対0で DeNA の完封勝利というところで、まあ、これも2戦見てきて一言です。西武ライオンズの人、ちゃんと野球しよう、はい、これです。いや、もう なんていうやろな、そこからめっちゃ厳しいよ、めっちゃ厳しい言い方だよ。プロじゃないよ、本当に。これは2軍でやってくるとかの問題でもない、正直。嘘でしょっていうところがある。もうちゃんとしようっていう、もうあの勝つとか負けるとかもまああるけど、ちゃんとしようっていう、こういうのちゃんとやってないからこんなチームになっちゃうんちゃうかっていう、もうめっちゃ厳しく言ったらよ、もう心を鬼にして、本当にもうこれをこんなきつい言葉言うと何言われるか分かんないけど、心を鬼にしてもう思ったこと言います。ちゃんとしようね。その中で DeNA ね、先発東9回116球7で4三振1球完封ということで見事完封勝利。このままね、 DeNA はこの週末日曜日も勝ってね、交流戦開けたら A クラスっていうところもね、行きたいところではあるけども。で西武先発高橋光南、5回3分の206球8安打3三振無四球3失点っていうところで、まあ、0勝7敗。まあ援護点とかあったらね、勝ってくるかもわかんないけど、高橋光南に求められるとこは高いからね、一回抹消してミニキャンプとかもありかもわかんないね。まあその中でね、DeNA は、2回表ね先制、ツーアウトからね、山本がレフト、スタンドでホームランを打ってクパッて、ね、プレミア12の正捕手は山本くんかなっていうぐらいのところまでね、来てるね。で、3回表、ワンアウトからね、森がレフト前ヒット、デミラレフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁で、ここで、ね、森圭斗が走ってたからね、エビナのレフト前ね、これよくね、3塁までね、ちゃんと行けたレフト前だけどね、いくら走ってるって言ってもね、だから森ぐそりね。でワンアウト1、3塁から渡来のね、サードゴロ、これで、ね、サード小玉ね、よく取ったよ、よく取ったけどもね、そこから、ホームに投げるところがね、一塁側にそれて、でこの三塁ランナー森のねスライディング一個行っててこっちっていうね、非常にね高テクニックな素晴らしい、スチールスライディングでね、2点目を取って森ね、一塁から三塁行った走塁も、三塁からホーム行った走塁もクソでね。でもこれも難しいからできないんじゃもうプロじゃないのよ、仕方ないとかないのよ、あれちゃんと送球投げてたらアウトだからね、タイミング的にはね。でその後、ワンアウト、1、2からね、ちょっと弾いたやつをセカンドランナーエビレがね、積極的に3塁狙って、まあ、それはね、キャッチャー次が素早い送球でね、ぐそ、ね、アウトにして、ピンチがね、拡大しないようになるけども、ツーアウト1塁から、その、オースティンのね、ファーストフライ、まあ、マウンド付近には上がったけどね、ヨーカを、ラッキュー、バッと。で、その後ね、牧がアウトになったから、まあ、高得点許さなかったけども、5回表、先頭で、森がレフト線へのレフト前ヒット。で、ファーストで止まってんのに、レフト鈴木翔平はなぜか慌てて投げて、セカンドへ悪送球、ライト前へ転がって、それを見て、森はね、セカンドまで悠々走塁。バッと走ってへんやん、全然。見てわかるやん。そんな慌てて投げる必要ある？ノールックで。しかもそんな悪送球。なんで？で、ノーアウト二塁になって、小原がね、きっちりファーストゴロ、ね、進塁打打って、でワンアウト三塁から渡辺がセンター前ヒットを打って、3点目、ね、そして7回、ね、先頭黒原ツーベースで渡辺がレフトフライ、ここをね渡辺はもうちょっと考えて、ね、この5回の時に、ね、セカンドまで行って自分自身の前で小原が進塁打を打ってくれて自分が楽になって打席に入ってたっていうのが分かるじゃん。だからこの7回の4点目のダメ押しっていうのは結果的に取れたけども、めっちゃ大事なところになってくるところでね、桑原がツーベースで出て、追い込まれてるからね、追い込まれてる中でしっかりそれを進塁打打てるのが、もっと1枚も2枚もカーがね、向けていって、調子が悪くてもチームの役に立てるバージができるから、一生懸命やるだけじゃなくて、もうちょっと頭使って、こういったところ、ちゃんとやっていかないと、ね、目の前で桑原やってくれてるわけだからね。まあ、その後オースティンがね、ヒットを打ってくれてタイムリーになってるからなかったことになってるけども、そういったところをちゃんとね、やっていくとよりもっといいね
バッターだってこれ調子のいい時だけじゃなく調子の悪い時でも、そしてチームのバッティングでもね、貢献できるっていうところができてきてるから、まあ、そういったところはね、もうちょっと勉強していってもらいたいなっていうね、ところはあるけども、あとね、西武で言えば、ここです、5回の裏ね、ワンアウトから山上がレフト前ヒットで、ワンアウト一塁から小玉がねライトフライ打つんだけども、ここでね山上がスタート切るんだよね。スタート切るんだけど、打った瞬間ライトフライ、打った瞬間ライトフライなのに、もうセカンド回って三遊間ぐらいのところまで行って、まあ戻りきれず、まあ戻りきれずっていうか戻る意思も見せず、ダブルプレーになるんだけど、いや考えられへんねん。アウトカウント間違えたんちゃうかって思うぐらい、見てわかるやんっていう。もうライナーとかじゃないねん。ライトフライやねん。もう戻ってこれるねん、全然。なんでそこまで三遊間のところまで行くの、正直。3対0やで、しかも。その時点で。慌ててどこ行くねんっていう。バッと。理解不能。そしてあとね、失点にはなんなかったけど、そのさっきのね、7回表、ワンアウト二塁からね、オースティンがレフト前ヒット打つんだけども、ここねレフト前ヒット打つじゃん。でセカンドランナー桑原がホームに帰っていくわけ。サード小玉、なんでずっとサードベースおる、中継入らへんの、ホームに向かう。慌てて行った時にはもうボール目の前通過してんて。で結局それで中継の人もいない。で、レフト鈴木翔平はホームに投げる、ね、中継の人いない。オースティンはそれを見てセカンドまで行く。なんでレフトに抜けた瞬間にサードは中継入るんじゃないんで、その中継によってね、高さでこうフェイクの格好してバッターランナーをセカンドに行かすようにするんじゃないん。なにボケっとしてんの、忘れてんねんって、嘘やろっていう。まあその後ね、ツーアウト満塁まで行って、西武としては失点はなかったけども、もうありえへんミス多すぎんねん。走ってないのにセカンド投げて悪送球投げるとか、ドームでフライいい位置で落とすとか、風も、まあ西武ちょっと間が空いてるからちょっと風吹くからちょっと難しいんだけどね。あとレフト前ランナーセカンドでレフト前ヒット打ってんのにサードが中継入らへんとか、ワンアウト一塁でライトフライやのに走ってるとはいえ帰ってこないで三遊間まで走っていくとか、二軍で教えることちゃうやんこれ。そんな意味分からへんねん。だからもうちゃんとしよう、そういうとこ。そうじゃないと応援してくれてるファンの人にも申し訳ないやん。まあ勝つ負けるは仕方ないよ、正直ね。それはもうね、ずっと勝てない時もあるだろうし、それは最下位のチームも毎年あるからね、勝てないのは仕方ない。でもそういうのはもうプロじゃないよ、そういう中継忘れるとか。しかもこう負けてる時にやると目立つからね、そういうのがね。まあもちろん選手だからね、そのボンミスもあるよね、それは全員ある、俺もあるし全員ある、ありえないプレーも俺もしたし全員ある。でもまず今やらなきゃいけないのはね、あの勝つ負けるもあるけども、やらなきゃいけないことね、誰もができることはちゃんとやろう、確認しながら。まずそっからでね、ね、まあ、ということでね、まあ、交流戦西武は再開決まったけども、最終戦ねどうなるのか、ちょっと厳しめのね、コメントで言ったけども、西武ファンの皆さんはねどう思いますか。さあ日曜日の試合どうなるのか。西武対 DeNA、 5対0で DeNA の勝ちということで、 DeNA3 連勝。このカード DeNA 先発石田裕太郎、9回95球4安打6三振無四球無失点というところで、マーダックスグッペッチねえ、裕太郎対決、西武先発渡辺裕太郎、5回3分の2、96球6安打4三振1四球1デッドボール3失点というところで、まあ初回ね、渡来のタイムリー、もう渡来帰ってきたらいい感じでいくね。で6回表にもね、オースティンホームランで3のタイムリーね。で9回にもダメ押しっていうところで、渡りの犠牲フライ、オースティンのタイムリーっていうところで、まあ、渡り大スリ祭りっていうね、西武は4安打完璧に抑えられるっていうね、まあ、初回ね、奥村レフト前、滝沢送りバント、ここでね、ポンポンって1点でもね、取れてすぐ追いついていければね、ちょっと状況は変わったかなっていうところがあるけども、なかなかね、厳しい試合という感じでしたね。まあ、西武はね、3勝15敗だったかな、この交流戦。西武は4勝14敗、借金10、借金15で入って借金25になるって、監督変わって意味ないじゃんっていうね、ところはあるけどもね、まあ戦っていくしかない。まあ、DeNA はね、これで、最後7連勝でね、交流戦終わって、交流戦は11勝7敗で3位、いい形だね。しかも順位はね4位だけども、ゲーム差なしで並んでるからね、そういった意味では交流戦の中でね一気に加わってきて、まだセリーグはね全体的に 6.5 ゲーム差だからね、首位から最下位までまだまだね、毎日毎日日替わりでね順位が変わっていくような試合展開になりそうですね。
まあ、DeNA としたらいい交流戦だったんじゃないでしょうか。結果的に DeNA3 連勝です。ソフトバンク対阪神、14日の試合2対0でソフトバンクの勝利というところで、阪神先発伊藤将司8回103球7安打1三振無四球2失点で、ソフトバンク先発森弘7回109球6安打12奪三振1四球無失点というところで、まあ両チームチャンス作ったけどね、ランナーを出したし、結局最後1本出るかどうかの違いだけで、まあ2対0ね、まあ接戦だったけど、まあホークスの勝利ってなるけども、ホークスもね、2回から、ワンアウトから近藤をね、ランナー出すけども、柳口463ダブルプレーだったりとか、3回にも2アウトから広瀬レフト前ヒット打つけども、後続続かず。で、4回にもね、2アウトから山川ヒット出るけども、後続続かず。まあ、2アウトからランナーだったからね、ちょっと厳しめな展開だったけども、まあ、2、3、4とね、ランナー出すけども、なかなか続かず。で、5回にはね、2アウトから笹川センター前ヒット。で、ここで笹川しっかり盗塁決めて、広瀬がね、ジャッカー前に入った高めのストレート、レフトスタンドで2ランホームラン、グタッ。こういったね、やっぱ若い選手たちが活躍していくからね、ちょっと今年は違うね、この層の押し上げもね。去年はちょっとね、途中から出てくるね、怪我人がいて途中から出てくる選手がなかなか振るわなかったっていうところもあるけどもね。まあでもここも2アウトだからね、3、4、5と2アウトからランナー出してやっとつながる。しかも下位打線でグッて。しかも、俺最初ニュースで見たんだけど、笹川のこのセンター前ヒット。え？ギータもう復帰したって思った一瞬。あ、44じゃなかったわ、背番号。一緒やん、感じ。身長の背の高さといい、スタイルといい、打ち方といい。ねえ、また楽しみなね、選手が出てきたなっていうね。で、この2点で終わりだからね。で、6回でもね、ワンアウトから栗原ヒット入れるけども、後続続かず。で、7回にもワンアウトからね、カイトツーベース、笹川のね、サード、渡辺のエラーっていうところで、ワンアウト1塁、チャンス作るけども、広瀬シュート続かず。だから、6、7、8もね、チャンス作るけども、まだここ伊藤ね、よく踏ん張ったけどね。でも、阪神もね、初回2アウトから、ノイジー近本が連続ヒットで、2アウト1、3塁チャンス作るけども、原口がね、三振。で、2回にもね、渡辺ツーベース、ね、で、豊田のショートゴロ、ね、セカンドでフォースアウトでアウトになるけども、坂本、内野安打。で、ワンアウト1塁チャンス作るけども、木浪が4-6-3ダブルプレー。ね。ここでね、一歩バーンって出てればっていうところもあるけども、やっぱモイネルがしっかり抑えて、5回の表もね、先頭坂本がレフト前ヒット、木浪送りバンド成功するけども、森下中野が連続三振。6回にも近本ヒットで出て盗塁成功するけども、原口渡辺が連続三振。7、8、9。ね、で9回にも先頭近本ね、川瀬のエラーで出るけども糸原前川そして佐藤ね代打使うけども一本です、ね、まあ、続かず連打です、まあ、そこをしっかりね、ホークスが抑え切るっていうところで、まあ、ワンチャンスをねものにしたホークスのね先勝でした。15日の試合6対2でソフトバンクの勝ちっていうところで、ソフトバンク先発東山ね6回99球5安打5三振1四球1失点っていうところで、まあ、球数も平均的な感じだし、フォアボールも出さずね、ストライク先行で勝負できたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。で、阪神先発ビーズリー、4回3分の1、86球、5安打3三振、3四球、6失点と、まあ、ポンポンとね、2イニングで一気にね、いかれたかなっていうね、ヒット自体は6本だけど、だからそこまでね、パパパパーンってね、毎回打たれたわけじゃないけども、ね、2チャンスものにされたっていう。でもね、阪神のもうね、敗因はね、唯一って言えばね、ここやと思う。初回。1回表、先頭近本内野安打。で、ノーアウト1塁からね、近本が盗塁。で、ノーアウト2塁になって、中野のレフトフライ。ここやと思う。やっぱ去年まではね、これ中野ちゃんと進塁打ね、打ててたと思う、ちゃんと。で、ワンアウト3塁にして、森下の犠牲フライだったりとか、内野手後ろに多分初回だから下がってるから、内野ゴロの間に行ってあげるとかとして、ね、ヒット1本で1点取るっていうのがね、去年はできたと思うけども、なかなかレフトフライ、森下三振、で佐藤がね、ライトフライっていうところでこう1点取る。まあ、唯一チャンスあったとしたら、ここで1点取れてたら分かんなかった。ちゃうかなって思う。強いて言えばね。で、その裏、1回の裏ね、シュートセンター前。で、ここでシュート盗塁成功して、今宮フォアボール。で、ノーアウト1塁から栗原がね、3番だけども、しっかり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から山川三振の後に、近藤の3ランホームラン。でかいね。これ、一気に。で、5回にも、先頭、笹川が、ライトスタンドでホームラン。ギータだ。本当に見れば見るほど、同じ。これ絶対バズパリーグ入ってくるね。トレンド。1位とか2位に入ってくると思う。ね。で、ワンアウトから、シュートフォアボール。で、今宮ライト前ヒット。で、ここでね、森下のファンブル、ね、してる間に、周東がホームイン。ね。で、ワンアウト2塁になって、栗原アウトになるけども、2アウト3塁から山川がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、まあ、ミスも絡んでね、3失点痛いよね。
まあ、こう状態が悪くなると、ね、やっぱミスするんだよね。で6対0、まあ、これじゃなかなか厳しいよね。で6回ワンアウト3塁から前川の、ね、内野ゴロの間に行って、で8回に、糸原のタイムリーでもう1点取るけども、まあ、2点がやっとっていうところでね、東山、杉山、長谷川、津森、ヘルナンデスとね、リリューはね、しっかり最初失点で抑え切って、まあ、逃げ切り勝ちっていうところで、まあ、序盤のね3失点エラーも含む5回で6失点はね、正直阪神にとったらかなり辛い重いね失点になったし、ホークスとしたらねパンパンパンそこでホームランもあってね、相手のミスもつけ込んでねしっかり大量得点できたっていうのは大きな勝利だったんじゃないでしょうか。ソフトバンク対阪神4対1で阪神の勝利ということで、このカード2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しになりましたけども、阪神先発才木7回117球5安打9三振無四球1失点というところで、まあ、初回ね、前川の満塁ホームラン、才木相手に絶対勝たなきゃいけない、そして得失点差もある、ね、交流戦優勝に向けてはの才木相手に初回満塁ホームランで4失点はさすがに痛いよね。その後ほぼほぼピンチだしピンチないから、石川もね立ち上がりだけだったね。5回90球4安打6三振1四球2デッドボール4失点というところで、まあ、初回ね、中野デッドボール、渡辺フォアボールだからね、でまたその後糸原にもデッドボールあってるしね、ちょっと制球乱れすぎてまっすぐ強い前側にねインコースストレート弾き返されたかなと。7回近藤のねホームランで1点返すけども、まあちょっとね、まあ、最近は絶好調だからねピチね、ちょっと難しかったかなっていうね。まあしかしね、ソフトバンクも交流戦ね、まあ2位で終われたっていうところでね、まあ楽天と1ゲーム差だから楽天は優勝したけども、こうリーグではね、1ゲームしか縮められてないっていうね、2位で 8.5 ゲーム差、3位に9ゲーム差、4位に11ゲーム差、5位に13ゲーム差、そして最下位6位に 23.5 ゲーム差だからね、そういった意味では素晴らしいね、ホークスの戦い方だったし、阪神6勝11敗、借金5っていうところでね、まあでも2位で3ゲーム差だからね、借金5だけど、そんなセリーグが、広島がね、ちょっと下から上に上がったっていうだけで、全体的にはそんな広がってないからね、借金5だけど、苦しい中でも、そんなあんまり痛手ね、なかったんじゃないのかなっていうね、ところはあります。まあということで結果、このカードはね、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しでした。ロッテ対中日、14日の試合4対3で中日の延長戦を制す勝利というところで、この試合のお題はザ・水合戦、はい、です、中日先発は悪い6回8、8、9、7安打2、3、4、無四球2失点というところでね、非常に粘り強くね、ゲームを作ったといったところではね、非常に、大きかったんじゃないでしょうか。まあ、フォアボールもなかったしね、リズム感としては非常に良かったし、500試合登板ね、おめでとう。ロッテ先発3-1、7回119、7安打13四、2四球3失点っていうね、ところで、まあ、連敗ストップね、託したけども、まあ、3点のうちね、自責点は2っていうところでもあるしね、まあ、ちょっとね、味方にっていうね、ところにもあるけどもね、まあ、初回ね、中日が先制、カリッサ先制ターン前、福永三振取るけども、高橋周平がね、センターへツーベース、でワンアウト2、3塁から細川フォアボールで、ワンアウト満塁から、この板山のこのセカンドゴロね、セカンドゴロ藤岡が取って逆からしたけど、あれね、取ってバックトスだよ、バックトス。あの位置関係だったら、もう堀さんに教えてもらえ。堀さんめっちゃうまかった、バックトス。自称高木森光さんの次の俺はうまいって言ってた。あそこはね、バックトス。で、しかも若干このターンでさ、緩んでふわってなったじゃんね。引っ掛けちゃいたで、その間に板山が行ってダブルプレー取れてたから、あの打球でダブルプレー取れないのはもう痛いよ、バッテリーからするとね。だからあそこはもう俺はバックトスの方が絶対良かったと思う。でその中で、中日が先制で、ロッテはね3回裏に奥がツーベースで、ポランコがね左中間、タイムリーツーベースっていうところでね、1点同点に追いついて、でここよ、ノーアウト2塁から藤岡がねショートライナー、ここで進塁打打たな最低でも。そしたら外の外野フライで1点取れた可能性あるやん、外かっこなかと。ね。だからこういう細かいことちゃんとやっていこう。しかもね、2球目だからね、ワンボールからね、引っ張るよ。で、4回の表、ね、細川、板山が連続ヒット。で、中田三振、村松アウトになるけども、ツーアウト1、3塁から、宇佐美がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで勝ち越し。しかしロッテはね、4回裏すぐさま、ね、ワンアウトから上田がセンター前ヒット、トモクス三振するけども、ツーアウト一塁からね、上田が走ってる中で高部がね、左中間を抜けるタイムリーツーベース。で、ここでね、細川のファンブルがあって、高部は三塁進むけども、まあ、あれ、ファンブルなかったも上田は多分ね、ホームまで帰ってこれてんちゃうかなっていう、
ところで2対2の同点、ね、でそして、6回表でここですね、先頭板山マウンド付近のフライ、ね、サード上田が取りに行って落球、ね、でそして、佐藤のパスボールバッと中田普通に空振りしてたね。で落球でね板山がセカンドまで行ってパスボールで三塁行って、で中田がねショートゴロで1点取れなかったけども、ワンアウト三塁から村松のセカンドゴロなのか、多分あれねギャンブルスタート、スタートめっちゃ早かったからね、セカンドゴロの間に板山がホームインして3対2勝ち越し。しかし、7回裏ピッチャーが上からね清水に代わって、友杉の先頭ねサードゴロ、高橋周平がファンブレエラーバッと、両方とも三塁エラーから始まるね。で、高部のところで、清水のねワイルドピッチだけども、まああれはね加藤止めてね、あれはねファーストランナーのね友杉のねスタートが良かったね、セカンドセーフになって、でまあ高部は三振、ワンアウト二塁からここでねまた清水がワイルドピッチ、あれはね加藤かもう軽いねすぐ勝っていくやん、もうあれこそ体で止めなきゃっていうね判断だから、判断技術じゃない判断で、それがワイルドピッチ行って三塁に行って、で今度下じゃなくて上がワールドピッチになって1イニング3ボート、これ記録です。で、同点、どんな試合でも仕方ない、難しいけど取らな加藤もファインセーブせな、俺はまあ藤岡の取ってる高め、まあ、ちょっとあれ高め構えてたけどね、だから高めもあるかなって予測しとかなきゃいけないからね、あれをねもう瞬発的にね瞬発力で取れるようにしよう、そしたらキャッチャーファイセー、まあ、難しいけどね。でそれで同点になって、まあ、延長戦ね、10回表、ピッチャー坂本、先頭高橋周平フォアボールで、細川ね、三振取るけども、その間にダイソー田中が盗塁、そしてワンアウト二塁から板山ね、レフトフライでアウトになるけども、ツーアウト二塁からなかなかね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで勝ち越し、まあ、ここもね右で続くんだから坂本じゃなくてもよかったんちゃうかっていう声もあるかもしれないけど、今年対右がね坂本がこの打たれるまでは対右左率多分1割打たれてなかったからね、だからそこら辺はデータにも続いてっていうところはあるんだけども、まあなかなかねいい感じの右打ちでね得点をしきったっていうところで、まあお互いねミスしながら同点で、最後はねまあこの先頭フォアボールが痛かったね、高橋周平のね結局はね、だから6回の中もエラーで出塁してからどうっていう感じだからね、非常に痛いね戦いでしたけども、最後はね中日がしっかり1点を取って勝ち越して延長戦を制するっていうね、そしてロッテ対中日15日の試合10対0でロッテの勝利というところで、中日またも3つのエラーで自滅っていうね、ところもありますけども、3回裏ね、トムスギフォアボール、そして、トムスギ盗塁で岡の内野安打でノーアウト1・3塁で藤岡のピッチャーゴロを、ピッチャーメヒアが3本間に挟んだランナーをサードに投げたらいきなり悪送球になりがちで、高橋周平がダイビングでやっと取ったけども三塁ランナーがそのままホームインっていうところで1点先制っていうね。で、5回にもツーアウトから岡レフト前ヒットで、藤岡ツーランホームランで、ポランコツーベースで、外がタイムリーで、その後ツーアウト1塁から角中のサードゴロを高橋周平多分股の下が湧き抜けて後逸エラーで、佐藤フォアボールで、ツーアウト満塁から高部がねレフトでタイムリーヒットを打って、でレフトの送球を加藤がねタッチしに行くけども取れなくてポロンチョのエラーね。そして3回にもね外のタイムリー、そして角中のタイムリーで、7回にアイトの、タイムリーっていうところで10点16安打、もうコメントのしょうがないです。中日先発メヒア4回3分の2 92球7安打2三振1球4失点で、橋本2失点、梅野3失点、勝野1失点というね、まあ祖父江が最後抑えたけどね、ほぼほぼピッチャー全員失点で、ロッテはねこの日佐々木朗希が投げない、だから佐々木朗希、まあ、投げれないのはいいけども、まあどういう内部事情か分かんないけど、投げれるか投げれないかの判断をギリギリまでもう引っ張りすぎだね。だから結局抹消も遅れるから登録も遅れるし、でいきなり先発も用意できないからこういうブルペンデーになって、まあ勝ったからよかったけどね、先発横山ね、2イニング、無失点で、高野ねプロ初勝利2回3分の2で、広畑が2回3分の1で、国吉1イニング、東1イニングで完封ね、リレーっていうところでよかったけども、もうこれだったらもう投げ抜傷になっちゃうね、もう無理だからね。しかもそんなギリギリまで待って2、3日前になって、いやもう回復戦から投げられへんからもう抹消ってなったら、おい誰がそこ穴埋めるんやってなって、チームのためにもなんないから、その個人の一人のためにチーム全体のバランスが壊れるのも
これはかなりの難しい状況になってくるから、まあ、正直もう投げますよなっちゃうね。これだったら他の選手が大変だからね。そういった意味でも今後ね、そういうもう回復しないってい う, もう見通しで投げましょうをもう一回一から体力作りをやり直す必要性があるんじゃないのかなっていうようなね、感じで、まあ中がどうなってるか分かんないからね、どこも分かんないけども、俺は外から見てそう見えるっていう感じでね、コメントするとそういう感じになるね。まあ一勝一敗ね、今日の試合どうなるのか。最終戦ミスなく戦ってほしいけどね。ロッテ対中日、7対2でロッテの勝利ということで、2勝1敗でロッテのね、このカード勝ち越しになりましたけども、中日先発柳、5回85球、8安打1三振、1四球4失点というところで、今年4勝4敗と、なかなかね、波に乗り気です。ね。メルセデス、7回107球、4安打5三振、1四球2失点というところで、まあ、メルセデスがね、長いイニング安定的に投げれるようになったっていうところも、かなりね、いい形だし、防御率 1.43、2勝2敗っていう中ではね、非常にこの交流戦に向けてはいいピッチングね、できたんじゃないでしょうか。まあ、スクイズもあったり、いろいろあったりね、したみたい。7対2。見てないけどね。まあ、中日はね、初回ね、犠牲フライで先制するけども、まあ、2回の裏ね、すぐ、ロッテがね、上田のタイムリー、そしてトムクスのスクイズでね、逆転できたっていうところも良かったし、まあ、4回ね、ミスもありながら同点になるけども、5回の裏にね、ポランコのツーラン、やっとポランコのね、一発、まあ、ポランコね、熱くなってきたから、こっからね、状態上がってくるんちゃうかっていうところで、まあ、逆転して、7回ならね、またポランコがタイムリー、そして外のタイムリーとね、まあ、この両外国人がね、いい感じでいけばね、いい形になるし、ちょっとロッテとしたらね、交流戦、うまい具合で戦えなかったから、7勝9敗に分け、まあ、借金に、まあまあ、ちょっと借金増えなくてよかったね、ギリギリだね。中日で7勝11敗で借金4っていうね、ところで中日としてはね、ヤクルトと並んで今5位ね。でロッテは3位だけども2位楽天、オリックス2位楽天と2ゲーム差、7ゲーム差ぐらいあったからね、そういった意味ではね、一気に詰められたかなっていうところもあるけども、まあから混戦だね。まあまあ苦しい中でも、まあ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 最後ね、中日戦勝ち越せてよかったかなと思います。オリックス対ヤクルト14日の試合、5対3でヤクルトの勝利ということで、ヤクルト先発奥川5回79球7安打3三振無四球1失点がペッチ、まあ、よく復活してね、まあ、150キロを超えるストレートも投げたし、まっすぐカーブスライダーフォークとね、まあ、まんべんなく変化球も使いながら5回をね、まあ、無四球っていうところが良かったね。抑えきれた、まあ、なんとか踏ん張れたっていうところもあるけどね、まあ、オリックス打線からするとまあね、あのランナーを出しながら1本出ない、まあ、2回もね先頭、紅林ライト前ヒットで、ここの胸のダブルプレー痛かったね。しかし杉本西野がね連続ヒットでチャンス来るけども、若月がね三振ね。で3回にもワンアウトから北太田が連続ヒットで出るけども、西川、紅林がね、続かずで、4回ね、杉本の一発で点取るけどもね、この1、2、ね、2回、3回のね1本がなかったっていうところは痛かったけども、ヤクルトとしては初回ね、先頭西川のファーストゴロをね、この最長プレーで入ったカスティーヨがね、補給できずねセーフで、丸山送りバントを決めて長岡ショートフライでね、村上が先制のタイムリーヒットで1点先制で、3回にはねワンアウト1、3塁から長岡のね内野ゴロの間に1点上げて、で2アウト1塁からサンタナのねタイムリーツーベースで3点、いきなり4点、これ奥川が投げる試合でいきなり4点はね大きかったね。でオリックスはね、7回にワンアウト3塁から森の、ね、タイムリーツーベース、そして2アウト3塁から太田のタイムリーツーベースでね、なんとか2点取って、4対3、1点差まで追い詰めるけども、9回ね、鈴木からオスラがね、ホームランを打って、このため押しの1点はね、非常に大きかったっていうところもあるし、8回裏ね、ピッチャー木澤から、紅林レフト前ヒット、宗送りバント、でワンアウト2塁から杉本内野安打、西野レフト前ヒット、でワンアウト満塁、ここで、若月、代打頓宮、三振三振だから、ここで同点に追いつけたらっていうところで1点取れなかったのが大きいね。13安打で3得点だからね、そこら辺はこのね点が大きかったかなと。ヤクルトもね6回表ね、村上サンタナ連続ヒットでノーアウト1塁チャンス来るけども、その後ね、青木ファーストゴロでワンアウト1、3塁になって、オスナのね、ライトフライタッチアップするけどもね、本塁ねタッチアウトっていうところでね、しっかりね、やっぱ若月やっぱタッチうまいね、ホームのこの返球のね、この時ライト北だったかな、だってそうそうそう、北がね本塁投げて若月ねタッチねうまかったね、あの村上のねところにね、そういうとこ防いでるけどね、まあ一本出なかったオリックスね、逆にヤクルトはね序盤の、大量得点で奥川がね勝ち星ついて、だから次の試合が楽しみだね。この
復帰戦で次どうなるかっていうところがね非常に楽しみ、大川としてもね、いろんなね苦労もあったと思うけども、しっかりここでね勝ち星つけたっていうのはね大きいし、まだ若いからね、こっからだからまだ23歳だからね、大学卒業して1年目だからね、まあ、大学行ったと思ってね、こっからバババーンってどこまで伸びるかっていうところはね非常に頑張ってもらいたいし、ヤクルトはね先発ながら苦しいところ、奥川がね徹底的ながらねまたチーム全体を底上げできるからね、まあ怪我にもねもう一回掛け合いしないようにするのも大事だけども、しっかりねここから次のね投球楽しみにしたいと思います。15日の試合9対3でオリックスを勝利というところで1勝1敗ね、ヤクルト先発サイスリード4回95球9安打5三振1球5失点、オリックス先発アズマ5回108球7安打4三振2失点というところで、まあもう連打が出たか、オリックス19安打ヤクルト13安打だからね、もう打ち合いだけども、もう連打が出たかどうかかな、もう3回表ね、2アウト1三塁のチャンス作るけども、青木のね先制タイムリー内安打ねこういって、で3回裏ねオリックスはワンアウト1三塁から太田のタイムリーヒット、で西川がねここ3ラン高めの球ね、サイスリードので一気に4対1、しかし4回表ね2アウト2塁から松本がタイムリーヒット1点取るんだけども、4回裏に足立のセンタータイムリーツーベースで、ね、この4回裏の1点大きかったね。で6回にも、茶の太田がタイムリーを打って、で8回にもね太田紅林がタイムリーで、もう連打連打連打でね一気に9得点ね。でヤクルトは8回にね、長岡のタイムリーツーベースで1点取るけども、その後後続続かずといったところで、まあ、6回表にもね2アウト満塁チャンス作るけども西川がライトフライで、5回にも先頭西川が出るけども後続続かず、で7回にも先頭長岡がツーベースでね、出るけどもワンアウト3塁から村上三振で、サンタのフォアボールだけどもオスナがセンターフライというところで、まあ、最後ねタイムリー打ってもう1本出るか、ね、っていうところの、まあ、違いだったかな、まあ、これも打ち合いだからね仕方ないかなっていうところもあるからね、どっちがね打ち合いを制するかっていうところで、まあオリックスがね打ち合いを制した、まあオリックスもねちょっと打線がね上がってきてなかったところをねしっかりこうやってね得点を取って、まあ最終戦に向けてねいい感じの、乱打戦になったんじゃないのかなっていうところで、まあオリックスとしてはね2連敗しなくてもよかったなっていうね。で、小田島、山田、井口、本田、佐伯がね、まあなんとか粘りながらね最少失点に抑えたっていうところで、小田島ねまだ無失点記録継続中、日本新記録出るかどうかっていうところの次戦ね注目の一戦です。オリックスの9対3勝利でした。オリックスはヤクルト、4対5でヤクルトの逆転勝ちっていうところで、結果的には2勝1敗でヤクルトの勝ち越しっていうねところになりましたけども、まあ最終回で3盗塁これ中島監督も言ってたけども、マチャドのクイックでもまあ今に始まったことじゃないからね、まあ、これはね、まあ、どこまでやっていくかっていうところだけども、まあ、山下俊平太ね5回82球、ノーヒット9安打2四球1失点っていうところでね、まあ、ここね、まあ、しっかりねこの後半戦に向けてやっぱり宮城山下がいない中ねっていう戦いになっただけでね、まあ、この山下が帰ってきてうまくねローテーションで回ればまたここからのね浮上っていうところも十分考えれるだろうしね、その後のまあ佐藤ね吉田本田山田とね、しっかりつないで、まあ、勝っていきたかったけどね、マチャドのクイックだろうね言ってたからね、まあ、試合なかなかチェックできてないからわからないけどもね、まあ、結果ねヤクルト逆転勝ちだから、ヤクルトもね、首位と 6.5 ゲーム差で最下位脱出して5位中日とタイっていうところにもなったし、この交流戦もね、しっかり9勝7敗2分け、ね、貯金にも作っていけたっていうところは非常にね交流戦、DeNA についてね2位だからねいい形で終われたんじゃないでしょうか。ヤクルト2勝1敗で勝ち越し、まあ、オリックスもね10勝8敗だから貯金2で追われてね、まあ、この交流戦ね、まあ、最後11勝7敗でね行きたかったところはあるけども、オリックスは楽天ソフトバンクついて、でそこもまあ2ゲーム差だからね、まあまあいい感じでねできたんじゃないでしょうか。続いて日本ハム対巨人、14日の試合7対2で巨人の勝利というところで、巨人先発戸郷9回134球4安打9三振2四球2失点っていうところでね、まあ、しっかり完投してね球数も多かったけども、やっぱりエースの仕事っていうね。で日本ハム先発山崎達也5回85球8安打3三振2四球6失点っていうところで、まあ味方のミスにねちょっと足引っ張れたかなっていうところもあるけども、まあ自責点4、まあ、その中でね、2回2アウトからね坂本の先制ホームラン大きかったね、いきなりね。で3回の表、伊豆口丸が連続ヒットでノーアウト1塁で、ここで増田ね大輝バンドしようとして空振りだよね、引いてないよね、まあ、空振りしたところで2塁ランナー伊豆口がちょっと飛び出しちゃって、キャッチャー伏見がねセカンドスローでタッチアウト、伏見グッソリグッスロー、ね、でここで普通ねこの回立ちきれんだけども、ワンアウト、1塁になってね、でそこで、送りバントを決めて、ね、今度はきっちり
で、2アウト2塁になってヘルナンデスの1本で1点取りに行こうっていうところで、ライトフライ、なんと万波が落球、バッと。で、岡本フォアボール。で、2アウト1塁になって、萩尾がね、センタータイムリーヒットで、0点のところが2点入るって、これね、日本ハムに取ったら痛い。4回裏、水谷のね、ライトスタンドホームラン。当てただけでホームランだからね、すごいよね、本当に。で、3対1でね、まあ、このまま反撃するかって言ったところで、5回の表ね、ワンアウトからヘルナンデス岡本が連続ヒット。で、ワンアウト2、3塁から萩尾がショートゴロでアウトになるけども、吉川がね、ライトスタンドでスリーランホームラン。グッパッて。これめちゃくちゃ大きかったね。で、ホームランがこの試合めちゃくちゃ大きかったね。で、6対1。で、7回にもね、先頭松田がレフト前ヒット。で、ここでね、ダイソー門脇が、盗塁を決めて、で、ここでね、悪送球。で、ワンアウト1、3塁になって、フォアボールでね。で、岡本センターフライでアウトになるけども、萩尾きちん犠牲フライを打ってダメ押し。で、7回裏にね、松本がホームラン打って1点返すけども、7対2というところではなかなか厳しかった。だから5回のね、これ2アウト2、3塁からの吉川のスリーランホームランが大きかったかなと。で、戸郷がね、しっかり9回まで投げてっていうところで、エースの仕事。先制としてはね、初戦としては完勝。で、2戦目、ね、先発グリフィン、8回3分の2、113球、5安打9三振、無失点というところで、クッピチ。ね、これも復活したかな。ね。しかし、日本ハムね、先発金村も8回119、9安打5三振、無四球2失点。クッピチだったけどね、この9回ね、先頭ヘルナンデス内安打、岡本にツーランホームラン、もうこの1本だけでやられたからね、巨人は10安打打つもね、なかなかね、得点できず、初回にもね、先頭丸ライト前ヒット、次門脇で163ダブルプレーでね、先頭を生かせず、で、3回にも先頭岸田センター前ヒット打つけども、その後ね、後続続かず、ね。で、7回にはね、ヘルナンデス、岡本、萩尾が連続ヒットでノーアウト満塁チャンス作るけども、吉川センターフライ、そして坂本、543ダブルプレーっていうところで、まあ、ここで本当は1点取ってそのまま勝ち切りたかったけどもね、金村、クッチ、よくね、抑えて、で、先頭ね、8回にも先頭、岸田がセンター前、伊豆口送りバント失敗、バーッと、ここでしっかりバント決めなきゃ、ね。で、その後丸、門脇が続かずっていうところで、10アンダーでね、チャンス作っていくけども、なかなか得点できずっていうところでね、まあよく勝ち切ったけどね、まあ日本も5回裏ね、タミヤが先頭ツーベース、で、レイエスのショートゴロ、まあレイエスに進塁打打ては無理だからね、その後郡司奈々が1本出ずっていうね、この先頭ツーベースを生かしきれずっていうね、でも全体的に5アンダーだからね、まあほぼほぼチャンスなかったっていうね、まあ9回裏ね、ワンアウトから松本ヒット、水谷アウトになるけどもマルチネス内安打で2アウト1、2のチャンスでタミヤっていうところで、まあ、ここでねもうグリフィンからバルドナードに変えたっていうねベンチの采配もうまくいってねグッサーね、まあ、楽天の時にねちょっとやらかしちゃったってあるけどもここでねしっかりね汚名返上で勝ち切ったっていうところではバルドナードも良かったしね明日につながる勝利だし、まあ、この9回ね岡本のホームランで2点取って、まあ、2連勝っていうところでね今日3戦目どうなるのか佐々木日本放送解説ですね。さあということで2対0、まあ、金村としては頑張ったけどね岡本の一発にね沈むっていうね巨人は2連勝最終戦ねどうなるのか、日本対ハム対巨人16日の試合3対3で引き分けというところで巨人先発菅野5回3分の1 92球9安打7三振無四球3失点、日本ハム先発加藤6回3分の1 92球6安打4三振無四球2失点というところで、まあ、両者ねいい形のね、ピッチング自分のスタイルはね、できたんじゃないのかなっていうところはありますけども、3回の裏ね、日本ハムが先制っていうところでワンアウトからね、磯畑ツーベースね水谷に代わって今日は磯畑ね、ツーベースでそして、ここでね、野村のところでワイルドピッチこれ痛かったねこれはもう小林手だけでいっちゃってねあれは止めなきゃいけないなっていうねところはあるけども、でもしかしね、野村三振。で、ここで無失点で抑えるかなと思ったけども、ツーアウト三塁から追い込まれながらね、松本が、らしいね、スライダーね、結構いいとこ投げ切ったけどね、センター前ヒットで先制。ね、しかし巨人はね、4回すぐさまっていうところで、先頭騎士だからライト前ヒット。ヘルナンデス、ね、ライトゴロ。これね、万波が地面ギリギリかどうかで、多分ね、ギリギリかどうかで取ってんだけど、完全捕球できなくてね、ポロッと落として、まあ、ファーストの岸田がね、セカンド行けなくて、9-6 のね、フォースプレーでアウトになってないところになるんだけども、あれはもう仕方ないね。あれはもうファーストが岸田の責任でもないし、あれはちょっと難しいね。まあちょっと運がなかったっていうね。しかしね、ワンアウト一塁ランナー残って岡本が、レフトスタンドへね、ツーランホームラン、外から入ってくるスライダー、若干枕入ったところをね、下からすくい上げて、もう一直線でね、レフトスタンド上段へ逆転。しかし、4回裏ね、2アウトから日本ハムはね、6番細川レフト前ヒットでレイエスセンター前ヒットで2アウト1、3塁チャンスを作って水野をね、
レフトにタイムリーツーベース、ちょっとインコース胸元ね、カットボールね、コマのようにね、肘たたんで回転したことによって、ファールボールにならず、詰まりながらでしたけどもね、レフトライン上に落としてタイムリーっていうところで、6、7、8と下位打線でね、2アウトから1点取ったっていうところは大きかったし、そして6回にもね、1アウトから万波が引きつけて引きつけてコンパクトにパチッとね、ライトスタンドへホームランっていうところで、まあ、このままね、勝ち切るかなって思ったけども、8回表ね、ワンアウトから岸田レフト前ヒットだけども、ここでね、セカンド狙って、セカンドでね、アウトになるんだけども、まあ、これ解説中にも言ったんだけども、もう楽々アウトだったのよ。もう5メートルぐらい前でアウトだったから、正直あそこはストップでしょと。ね。その後3番、4番に向かうと。ね。ヘルナンデスも、調子いい、岡本もホームラン打ってるっていう中で考えると、ツーランホームランでね、逆転とかもあるわけ。で、ギリギリだったらまだわかるけども、もしツーアウトとかあったらまあわかるけども、ワンアウトで、あそこまで無理して、しかもまあ俺はね、足のこと言えないけども、ね、岸田がそんな足ね、そんな言うほど速くない中ね、セカンドを狙って5メートルぐらい前、滑り出す前にもう、ショートがね、セカンドか、がボールを取っててアウトになるっていうところはもう暴走、バンと。解説でも言ってた。ホームラン打つ前に。いや、これ万が一ホームラン打ったら逆転になるんだから、残らなきゃっていうところでね、案の定、3番ヘルナンデスがね、レフトスタンドよ、ホームラン。ピッチャーカーノのね、カットボール、じゃあカーマーク入ってきたところをね、引っ張り込んでっていうね。まあもちろんね、ファーストランナー残ってたホームランね、なかったかもしれないけども、その可能性っていうのがあるからね、これ結果論じゃなくてね。そういったところではこの走塁はもったいなかったし、しかしヘルナンデスのホームランはね、大きかった。同点っていうね。で、まあその後はね、両軍投手ね、良かったかなとね、巨人もね、菅野、船場様、高梨、赤星、バルノラード、西舘、ケラー、日本はもう加藤など、杉浦、河野、マーフィー、矢沢、ザバラ、田中正義と、両チーム合わせて、巨人はフォアボール1個、そして、日本ハムは2個っていうところでね、まあ無駄もランナーを出さずにね、投げ切れたっていうところも良かったし、ね、田中正義良かったね。ね、今日めちゃくちゃストレートも走ってるし、良かったなと思って見てたらね、新庄監督も守護神にね、交流戦終わったら戻すっていうところを言ってたんでね、そういったところではね、まあ状態ね、上がってきたなっていうところもあるし、ジャイアンツ最後投げて、ケラーもめちゃくちゃ良かったね。あの、カーブ、チェンジアップ、まっすぐも打てるところほぼなしっていうところで、3者連続三振だからね、めちゃくちゃ良かったなっていうところもあるけども、まあもう延長に入ってからはね、ちょっと両チームともね、点取れるような雰囲気なかったから、まあここはね、まあ仕方ないかなっていうね、ところはあります。まあジャイアンツとしてはね、引き分けたのは大きかったけども、この引き分けでね、ジャイアンツ、日本ハムとも交流戦ね、勝ち越しができないっていうね、状況になりましたけど、まあ日本ハムはね、あと阪神との試合がね、ありますけども、勝ってもちょっと5割にはいかないっていうところで、両チームにとって痛い引き分けだったと思います。だから結果的にはね、このカード、2勝1分けで巨人の勝ち越しでした。さあ、ということでベストライン発表していきましょう。まずはパリーグから、ピッチャー、伊藤大海、マダックス。キャッチャーロッテ佐藤、ファーストオリックス太田、セカンドオリックス西野、サード楽天浅村復活か、はい、ショートオリックス紅林12安打です、はい、レフトロッテポランコ熱くなったら打ち出します、はい、センター楽天辰巳残暑立つ、はい、ライト日本万波パワーあります、はい、DH ソフトバンク今度三冠を狙ってます、はい、リリーフソフトバンク松本安定感、はい、セリーグピッチャー DeNA 石田優太郎マダックス、マダックス多いね、隅田もマダックスだったからね、はい、キャッチャー DeNA 山本、はい、ファーストヤクルトオスナ、セカンドジャイアンツ吉川、はい、サード広島小園、ショートヤクルト長岡、はい、レフトヤクルトサンタナ、はい、センター巨人ヘルナンデス、はい、ライト DeNA 渡来帰ってきたから元気満々です、はい、DH DeNA オースティン打ちまくってます、怪我だけに注意、はい、リリーフカープ紅林安定感、はい、ということでちょっとコメントなしでしたけども、もう佐々木これから、広島に公園に行ってきます。ということで、総チェック終わりです。交流戦ね、明け、ちょっと4日間ブレイクありますんで、総チェックはね、また来週月曜日っていうところにね、なってくるでしょう。それでは交流戦ね、皆さん楽しみましたか？ね、それでは、また来週。それでは。